持ちね駅は静岡県静岡市駿河区持ちね城山町にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA19。運行形態の詳細は東海道線を参照。ホーム。奥の見えるのはエレベーター専用の古線橋。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。合計二面三線のホームを持つ地上駅。 2.3番線が本線、1番線は折り、副本線であるが、上り方面への折り返しも可能な配線となっている。このほか、保線車両留置用の側線がある。二つのホームは、保線強つながっている、エレベーター設置駅。東海交通事業の職員が業務を担当する、業務委託駅で、静岡駅が当駅を管理している。 駅舎内には JR 全線切符売り場などが置かれている。駅窓口の営業時間は7時19時で、早朝、夜間は無人となる。かつては、駅北にある、ともえ川紙所静岡事業所や、住友セメント持ち舟サービスステーションへの専用線があった。静岡県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は1517人で、ある。 近年の推移は以下の通りである。持宗駅周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1988年。注釈出展。ありがとうございます。